こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエースやっていきたいと思います。今日はですね、2月の練習試合やっていくんですが、これ音声後付けでやっております。なぜかこれ16、7分の動画だったと思うんですけど、今日ねデイリーミッション練習試合だったんで、はい、ついでに嬉しいです。はい、獲得できてね。はい、いやもうね、なんでなんかマイク入ってなかったみたいでね、今慌てて後付けしてます。で、4人の方と試合します。8人2月のフレンドさんいるんですけど、そのうちの4人と前半戦ということで練習試合やっていきます。でね、今回8人中4人が覇王っていう、半分覇王なんですよね。もうなんかすごい苦しい戦いになることが予想されるんですけれども、まあ、負けずにねやっていこうと思います。はい、で、まあ、とりあえず今日第1試合も覇王の方との試合にしようかなと思います。はい、ということで本日の第1試合ですね、こちらです。はい、にゃご&あきさんです。はい、中日って書いてあったので、中日純正かって思ったんですけれども、まあまあまあ、それはおいおい。はい、で今日も、リアルスピードでやっていこうかなと思います。ラミちゃんキャプテンいいですよね。グキってあれですね、あのパワープロの怪我しちゃった時ですよね。もうこれ見るたびにドキッとします。はい、ということで今回もリアルスピードでやっていきます。なんかね、ご意見みたいな感じで、そのリアルスピードよりも速い球速アップでやった方がリアタイの練習にはなりますよっていう風に教えていただいたんですが、まあ、緊張感も持ってリアルスピードでね、動体視力トレーニングも兼ねてやっていきたいと思います。はい、でコンボはね、まあ、7000超えてほしいなっていうところなんですよね。まあ、なかなか厳しいですけれども、やっぱね、最大上昇率をもっと上げなきゃいけないなって思います。マルティネス選手 VS ボルシンガー投手ですね。やっていきましょう。はい。で、ボルシンガーさん、いきなりそうだ。まず、ピッチングから入りました。マルティネス選手ですね。もうね、その、相手がね、コンピューターなのに配球をするっていうのがね、どうも私なんか苦手というか、まあ、やる気が出なくてですね。まあ、でもちょっとちゃんと配球しないとね、やられちゃうからね、緩急つけつつ、やっていこうって思ったんですけどね。はい、打たれてしまいました。はい、もう何をやってるんだ、立ち上がりなのにっていうところなんですけどね。はい、これはね、もうバットで取り返したいというところで、浅村選手の自走差ですね。ノーアウト満塁っていう、めちゃめちゃいい場面で回ってきてます。はい、ボルシンガー投手ですね。もうこれ私リアタイでボルシンガーさん使ってるんで、球種とかわかるんですけど、縦スラ上の方、高めだと落ちないんですよね。難しい。でまた同じところに縦スラが2球目も来るっていう、まあ、ストレート待ってるんですけど、で3球目も来るっていう、はいファールでなんとか、はい、しのいでいますけれどもね。で真ん中ストレート来たかって思ったらツーシームでダブルプレーでもノーアウトだったんで、ゲッツーの間に1点っていう、ちょっとかっこ悪い点の取り方をしてます。はい、じゃあ最終回ですね。柳田選手やっぱベストナインですしね、3000なんでね、はい、頑張っていきたいところですが、相手投手が砂田さん、砂田選手は変化球も多いので、やだ、しかも左ピッチャーなんでちょっと打ちづらいなっていう風に思いました。もうシュートとかいやらしいですよね。はい、もうスクリューとか絶対無理ですよねもう本当に、いや、スクリュー、まあ、ここはね、2回目のスクリューはファールにしたんですけど、最後のスライダーとか、無理無理無理って言って、はい、セカンドフライでした。ちょっとなかなかバッティングでいい場面が今んとこお見せできてないですね。はい、ということで、まあ、負けましたね。はい、なんかヒットの数13と12とかで、結構バカ試合っぽい感じですけど、やっぱ得点には3点差、最後そう、3点取ったんですけど、あの後。まあまあまあ厳しい戦いでした。で試合成績はさらっとだけいつもお見せしてます。はい、私の野手成績こんな感じで、投手成績と、はい、こんな感じです。マルティネスさん5回途中であれだったんですが、変わった藤川選手も打たれてるって感じです。はい、エニアゴ&アキさんの試合成績もさらっとねお見せしていますよ。はい、こんな感じになっております。めっちゃ交代してますね。系統がすごいですね。はい、いやー、いきなりそう、デッドボールから始まったんだっていう。はい、ということでね、本日のね、第1試合は、にゃご&あきさんでした。対戦ありがとうございました。はい、本日の第2試合いきたいと思います。第2試合はですね、りゅうさんですね。りゅう星ということで、しかも安崎さんがキャプテンということで、まあ、ベイスターズファンの方でしたね。確かね。はい、やっていきたいと思います。斉藤和美さんですね。はい。
ストレートで押していきたいところですね。さあ次チームベイスターズ対決ですが、結構この時コンボ出てますね、うん、いい感じ。さあ、いやちょっとね初戦落としたんで2試合目は頑張っていきたいところですね。コンボもまあぼちぼちだったんで、でも菅野投手っていう、いや菅野投手打てるのかって思ったんですけど、やっぱいきなり、はい、ピッチングから入ります。ちょっとさっき打たれちゃったんで、まあ、ランナーいますし、この場面で、ね、2アウトでちゃんとやっていきたいところなんですが、なんかねタイミング合ってない感じしますね、うん。はい、で2対3と結構競ってていい試合していて、筒香選手4番で回ってきます。2アウトランナー3塁、打ちたいところなんですけど菅野選手なんですよねいやもうだってこれはリアスピ、うん、やっぱこれだけ球種あったら、うん、やっぱ絞れないし、あんな曲がるスライダーリアルスピードでって思ったらカットボールっていう無理でしょうリアルスピードでって思ったんですけど、ここは縦スラと、うん、いやーここね頑張りたいなって思ったらセンター前、うん、まあ、あの練習試合だからセンター前抜けてくれたのかなっていうような当たりでしたね。はい、まあ、なんとか抜けてくれてよかったんですが、そこで逆転をして5対2になって、最後石山選手、はい、守護神ですね、はい、ヒット打たれずに抑えていきたいところです。相手バッターが、あーチャモさん羨ましいですね、タイトルホルダーのロペス選手ですが、なんかねあんまりピッチングも自走さ良くないんですよね、うん、でこれボール球かな、はい、打ってくれて追い込んだところでインハイストレートでセカンドゴロと、はい、いやーまあよかったよかった、はい、ということでね、まあ、第2試合はなんとか勝てましたね。ちょっと途中まで負けてたんですけれどもね、はい、まあここでも成績詳細見ていきましょう。なんかスコアボードは結構シンプルというかさっぱりしてるんですが、打撃成績こんな感じになってます、野手成績はこんな感じ、エラーないですね、投手成績はこんな感じで、リュウさんの成績こんな感じです。あ、東浜さんと野上さんも投げてますね、野手成績はこんな感じです。で、打撃成績ですね、こんな感じになっております。はい、やあ結構選手交代してますね。はい、いや菅野さんはね打ちづらいんでね、リアルスピードで菅野さんちょっと勘弁してもらいたいんですけど、いいトレーニングになったかなと思います。リュウさん対戦ありがとうございました。はい、じゃあね本日の第3試合やっていこうと思います。こちらですね、キエダさんです。はい、ということで真由美さんなので極み一緒ですね、お揃いの真由美さんです。一番真由美対決になるのかっていうところですね。はい、私の先発グライシンガー選手でリアルスピードでやっていきます。でコンボこれどうだったんだっけな、あー7000やっぱなかなか乗ってないですね。はい、じゃあやっていきましょう。まあちょっとね、なかなか自走さまだ今んとこいいとこあんま見せられてないんで、ちょっと頑張っていきましょう。涌井選手ですね、で一番真由美さん対決と。さあでいきなり坂本選手で初回ですね、ワンアウト2塁で結構いい場面で回ってきてます。でここヒット打ちたいんですけど、涌井選手私球種分かってないままね、よく分かってないまま打ってます。なんか見るのは負けだとかなんかそんなこと言ってた気がします。はい、でまあストレートがいいんですけど、この際どいところはこれボールか、はい、やめておいてます。でちょっと甘いとこ来たんですが、ストレートだと思ったらカットボールだったんですけど、結果いい感じに流せて右方向にね、はい、ランナー進めるバッティングできました。で2回に結構点取れて楽になったんですが、まだ、バッティングでね自走さ回ってきましたので、柳田選手やっぱりねベストナインですから、ここは打ちたいということでね、まあ、ここまたねワンアウト2塁なんでね、うん、いいところを見せたいところですね。で、こういうね、なんかカーブ、落差が大きいカーブはもうリアルスピード無理なんで、ストレート待ってたら来たんで、打てましたね。これは右中間。はい。破っていきました。で、点入りましたね。やっぱりね、タイムリー打てると嬉しいですね。まあ、ストレートじゃないと厳しいんですけどね。で、最終回はグライシンガー選手。で、そう、最後まで投げてました。9回まで。なので、まあ、2アウト、あと1人なんですけれども、相手が外選手ですね。投手じゃないです。外投手、懐かしいですね。はい。外のやっぱシンカーが一番いい球ということで投げてるんですが、結構危ない打球も飛んでます。最後ねインサイドスライダーでやったら、プーさんナイスプレーでね、はい、サードゴロで3アウトです。はい、まあなんかちょっとでも危なかしい自走さですが、3試合目はなんとか勝つことができました。はい、いやまだねここは緊張しながらやってるところですね。
はい、で試合詳細見ていきましょう。打撃成績がこんな感じで、野手成績がこんな感じで、投手成績、そうグライシンガーさん完投ですね、ありがたい。で、キエダさんはこんな感じですね。投手成績なんかね、フランスワさんとか山本由伸投手とかもね投げてたんで、対戦したら下で面白かったかなと思います。はい、で、野手成績こんな感じです。一番真由美さんですね。なんかね、あれかな、 OB 多めな感じのオーダーですかね。で、打撃成績がこんな感じになっております。はい、ということで本日の第3試合はキエダさんでした。対戦ありがとうございました。はい、じゃあ本日のね最終戦やっていきたいと思います。本日の第4試合はこちら、ライコーさんです。はい、山賊獅子組ということで、まあ、ライオンズ純正の方かなと思います。西口さんですね。はい、もうめちゃくちゃ強い方なので、うん、で特にね純正の方と当たるときって本当にコンボが出てくれないともう本当にかなわないので、もう本当にコンボ出てくれって気持ちでこの時います。はい、で大谷選手だったので、よし残しといてよかったと、大谷選手ここで持ってこれたの大きいと思って臨んだんですけれども、コンボがですね、はい、7000いきませんでした。はい、厳しいですが、もうここはねもう自走車でカバーするしかないと思うので、気合を入れて自走車をしました。はい、ウルフ選手と大谷選手の投げ合いになってます。そうで、いきなり大谷選手のピッチング、ワンアウト1、3塁でちょっとピンチなんですけど、まあ、ストレートも速いですし変化球も多彩なんでね、そこ折り混ぜながらやっていこうと思ってやってましたよこの時はね、うん、とりあえずインサイドもうどんどんストライク取っていこうということで、バンバンストライクになる、ボールからストライクになる変化球バンバン投げてます。でストレートがなんかちょっと甘いところに行きましたね。で最後フォーク、でも ストライクゾーンと思ったんですけど甘く入って、奇跡的にサードライナーでした。まあ、ランナー飛び出さなかったんですけど、ね、まあ、謎の飛び出しもよくあるんでね、それ見れるかなって思ったら、はい、それは見れませんでした。で筒子選手にいいところで回ってきてます。2対2でなんとか食らいついてます。でワンアウトですがランナーはありません。はい、でまだウルフさんが投げてます。もうね、本当パワーカーブが苦手で、もうパワーカーブ投げてこないでって思って打席入ってるんですけど、ここで投げてきて、まあ、打てないと。もう高打の達人とかでも本当パワーカーブ苦手なんでやめてほしいんですが、ここカットボールをファーストライナーでした。で9回表1点取られてます。で最後なんでもう1イニングプレーで最低でも1点、できれば2点取ってさよならっていう場面です。はい、でまだウルフ選手投げてますね。火の玉ボールです。はい、もう打ちたいんですけど、まあ高めに投げてくれないかなって思ってます。これは高め来たんですけどツーシームですね。でこれはフラフラっと上がってライトフライト。で宮崎選手、やっぱミードが大きい選手で、先頭じゃないですけど塁出たいなと思ってやってました。でストレート来たと思ったんで三遊間破る当たり打てました。ただシングルなんですね。ここちょっと長打打ちたかったとこですね。でここキース選手に変わってますが、私はもう余裕がなさすぎてそのことに気づいていません。で初球これ投げて、あれナックルカーブってことで気づきました。はい、ヒース選手でした。でこれスライダーもうね焦って打ててないですね。追い込まれてますが最後ツーシームを引っ掛けて6-4-3でゲームセットです。はい、いや最後これ自走車でどうにかできただろう感はあるんですけど、やっぱりリアルスピード難しいなっていうのと、ちょっと集中力足りてなかったなっていう感じですね。そして強かった、やっぱ強い、いやもうこれぞ覇王って感じがしましたね。やっぱり自分が覇王の方と当たると、自分がやっぱり維持できない理由みたいなのがやっぱり差がね分かる気がしましたね。はい、あ成績さらっと見ましょう。打撃成績、野手成績こんな感じになっております。失策ないんでね、もう完全に最後の大谷選手も本当によく投げてくれたんで、本当に最後の私の自走車のせいですね。はい、でライコさんの投手成績と野手成績、同地のねジジ佐藤選手も入ってますね。はい、そして打撃成績も見てます。はい、こんな感じです。いや勝てないですね。コンボのせいにしてるけど、やっぱ強化が足りてないですね。やっぱり維持するにはもっと強化しなきゃいけないんですけど、第3弾で私は強化できなかったので、既存の選手を頑張って強くします。はい、いやーちょっと本当本日第4試合までやりました。予定していた試合はこれで全てなんですけれども、やっぱり強い人もいろんなオーダーの方と試合ができてすごく勉強になるなと、まあ、いつも言ってるんですけど、毎回それ本当に思ってます。で強い人と当たると、まあ、練習試合でももちろんそうですけど、リーグ戦とかでも強い人と当たったり、あとはリアタイですね、リアタイでも強い人と対戦してもらさせてもらったりすると本当にいい刺激になって、自分のモチベーションアップにつながってるなと、しばらくなんか度胸も謎の度胸もつくんですけど、
そのねモチベアップをね今後も続けていけたら一番いいんじゃないかなといつも思ってます。はい、もう私は覇王維持失敗言ってたかな、覇王維持失敗してしまったんで、このタイミングでちょっとモチベーション落ちてたんで、すごくいいタイミングでね、はい、いい刺激をもらえたかなと思います。後半戦がまだあと4試合残ってますんでね、また次の動画かな、まだ覇王の方2人も残ってるんで、まあ、厳しい戦いになると思うんですけどね。あ、そうそうそう、プロスピグランプリ久々ですね、来ましたね。うん、でこの調子くん私すごく好きです。この今の天体観測調子くん可愛いですよね。でも多分これが一番可愛いんじゃないかなと、いつもの傾向からいくと。うん、宇宙服はなんかガラスの丸いやつかぶったりするのかな、可愛いかもしれないですね。ちょっと火星人が早く見たいです。どんな感じなんだろう、触手とか生えてるんですかね、すごい気になります。多分奇抜な格好なんじゃないかな、楽しみですね。はい、そして私はねちゃんともう貢ぎ物も終わらせてますよ。はい、皆さんプレゼント送りましたか？スピメダルが余ってる人も余ってない人もぜひ調子くんに貢ぎ物をして親密度上げるといいと思いますよ。はい、まあね、いいこといっぱいありますからね。はい、ちょっと久々のグランプリでちょっとこんなだったっけと思いながらやってますけれども、結構これ美味しいイベントなんでね、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ということで今回この辺で終わろうかな。多分ね声聞いてね気づいてる人は気づいてると思うんですけど、もう今日めちゃめちゃ疲れてます。あの昨日ね練習試合じゃない生放送やってたんですけど、そこでもね今日ヘロヘロなんですとか言ってたんですけど、終わってからすぐ寝ればよかったのに、まあちょっと動画終わっちゃってるかもしれないんですけど、ちょっと話すと、まあ、その後もあのまた自分の生放送見返したりとかいろいろしてたら、なんやかんやあんま寝れなかったっていう、はい寝ろよって感じですね。今日はちゃんと寝たいと思います。でもちょっと録画ミスが音声入ってなかったんで、ちょっとこの後編集作業がたくさん待ってるんで怖いです。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらねチャンネル登録していっていただけたら嬉しいです。また次回も見ていただけたら嬉しいです。ということで今回はこの辺で、バイバーイ、おつくみー。